どうも、トメアンテネスチャンネルの MJ です。今日は両手バックハンドのやってはいけないスリーポイントレッスンということで、先日の動画でトメアンがフォアハンドのやってはいけないというのをやったんで、今度は僕が両手バックハンド編でやっていきたいと思います。はい、でまず一つ目、ワンポイント目なんですけど、両肘ともが曲がってしまって、もう窮屈な状態でラケットをセットしてしまっている。ある程度やっぱゆとりを持ってもらわないと、打点っていうのはフォアハンドもそうなんですけど、少し、肘が伸びてる状態で当たっていくんで、バックハンドも肘が伸びてる状態で当たっていくんで、肘が曲がってしまうと打点が近くなってしまったり、まあ、詰まってしまう原因になるんで、あとはボールとの距離感がちょっとつかみにくいですね。ボールに近づきすぎてしまったりするんで、ある程度ゆとりを持った状態でラケットセットをしていく。で、肘が曲がってしまってるとラケットセットもこういう風にちょっと野球みたいな感じにセットしてしまうんですよ。ラケットを引いた時にこれやってしまうと上からラケットこうやって入ってしまうんで、そうじゃなくてゆとりを持って体をぐーっとそのまま素直にターンしてもらうイメージを持ってもらったらいいかなと思います。ちょっと肘曲げた状態でラケット、ボール打っていきたいと思います。めっちゃ打ちにくいです。でこれで結構僕まあ子供のレッスンとかもやるんですけど、子供のちっちゃい子なってる子結構多いんですよ。でこうなってしまうとどうしてもまっすぐラケットが出てこないんで、スライス回転かかってしまったり、こうやって上から下にラケット振って一生ネット越えないとかあるんで、ある程度ゆとりを持った状態で体ターンしてそのまま戻していくっていうイメージを持ってもらった方がいいかなと思います。あんまりこう窮屈にならないように。バックハンドはやっぱ苦手意識になるとこうギュッと力入ってしまってギュッと曲げてしまう方多いんで、リラックスして構えてもらっていいかなと思います。それでは、続いて2ポイント目いきたいと思います。1ポイント目は肘が、窮屈な状態で構えて、肘を曲げすぎてしまって窮屈な状態にでボールにこう入ってしまってるってことだったんですけど、2ポイント目はボールを飛ばそうとして、こう飛ばそうとして体を回しすぎる、顔も一緒に回ってしまうっていうのが結構、前レッスンしてる中でもよく見受けられるんで、そこまで体をこう思い切って回そうとしなくて別にいいです。ラケットを振った後にゆったりと体が回っていくようなイメージでいいです。だから体が先行してこうガーンと先に回そうとしちゃうと顔も一緒に、まあ、体が開いてる状態、フォアハンドで体が開いてる状態になる、バックハンドも一緒で体が開いてる状態になって打点も見れないし打点も遅れてしまうんで意外と力抜けやすいんですよ。なんで、最初はうまくボールに力が伝えれないとか、まあ、まっすぐフラットに当たらないっていう方はあんまり体を回さずにラケットだけこうまっすぐ前に出してもらう練習をした方がいいかもしれないです。その後に体をゆったりと回していくイメージを持った方がいいと思います。ちょっとめちゃめちゃ体回してみたいと思います。ちょっと大げさにやってますけど、コントロールが全然できないんですよ。まあ、打点も見れないし打点が定まらないんでコントロールが非常に難しくなります。次は腕だけで、ボールを押すイメージで、やっていきたいと思います。ボールに対してミート率が悪いとか、まっすぐ、まあ、ストレートとかにボールを飛ばせないのが苦手っていう方は最初は今みたいな練習、体を全然回さずに腕だけでボールをちょっとこう押すような、ラケットでボールを押すような練習をしてもらった方がいいかもしれないです。そこから徐々に体を回していく、っていう風な練習、やってもらったら、まあ、結構ミート率も上がってくるし、ボールをフラットに厚く当てる、捉えていくことも可能になってくると思うんで、力出そうとして体を回しすぎない、顔も一緒に回ってしまわないようにっていうのをちょっと気をつけてみてください。
それでは3つ目のポイント、いきたいと思います。3つ目はスイングがちっちゃくなってしまう、すぐにラケットをこうしまってしまうっていう方が非常に多いです。バックハンドってフォアハンドみたいにスピンをこうかけていったりとかっていうのが結構難しくなってくるんで、ある程度フラットに当ててボールを、飛ばすショットになってくるんで、スイングがちっちゃいとどうしてもボールがただ浅くなってしまうっていう、ことになってしまうんで、まあ、例えばショートクロスとか狙うときは、まあ、ちっちゃくこうスイングしてもらったらいいんですけど、今はまあ、まっすぐストレートだったりクロスに、素直にこう打っていきたいんで、こういうときはできるだけもう、まっすぐ当ててさらにそこから大きくスイングしていく。でこの時のポイントとして右手の肘をすぐに折りたたまない、右手の肘をすぐに折りたたまない、脇をちょっと最後開けるようなイメージ、開けるようなイメージ、開けてもらうと、ここ開けてもらうと大きくスイングできるんで、片手バックもそうですね、ここがこう閉じてしまってるとこういうスイングになってしまうんですけど、脇をぐーっと開けていくと大きくスイングできるっていうイメージコースね。これがすぐに肘を曲げない、ギリギリまで保っておくようなイメージ、肘はもう完全に曲がりきる、ここまで曲がりきるってことはあんまないっすね。ちょっと常に、90度ぐらい保っておいて脇をちょっと開けるようなイメージでやってもらっていいかなと思います。ちょっとすぐ肘閉じたバージョンでやっていきたいと思います。当たり自体はまあすぐ当てれるんですけど、まあ、どうしてもすぐスイングを、終わらせてしまうんで、ボールはやっぱ浅くなってしまいますよね。今のも全部だいたいサービスラインか、サービスラインよりもちょっと手前ぐらいに全部バウンドしてるんで、今度はちょっと脇を開けてぐーっと大きくスイングしていきたいと思います。面、ラケットの面を打ちたい方向に対してキープしていくために肘、脇をこうぐーっと開けた状態で持っていってもらうと、持っていってもらった方が、打ちたい方向に対してラケットの面をキープしやすいと思います。例えばクロス打ちたいです。クロス打ちたい時にすぐに面はクロスを向いてるんですけど、折りたたんでしまうとどうしてもボール浅くなっちゃうんで、その時にクロス方向に対してぐーっとラケットの面を持っていくために脇をぐーっと開ける。例えばテニスのケンさんに出てる川橋選手っているじゃないですか。いはるんですけど、川橋選手のバックハンドって、まあ、最後まで振り切ってはないんですけど、クロス打つ時とか脇ぐーっと開けてここでスイング止めてるんですよ。これが例えばここが閉じてしまってたら多分結構ボール浅くなっちゃうと思うんで、ちょっとそれ真似して打っていきたいと思います。クロスいきます。はい、というふうに打ちたい方向に対してラケットの面をこうグーッと出していく、キープした状態で出していくっていうのが脇を開けてもらうと結構やりやすくなってくるんで、まあ、肘を、すぐに曲げすぎない、脇をできるだけ開けた状態で、スイングしてもらうっていうのをちょっと意識してもらったらいいかなって思います。はい、やってはいけない、スリーポイントレッスン、バックハンド編、両手バックハンド編、今のやってはいけないことをちょっともう一度一連の流れでやっていきたいと思います。まあ、まず一つ目、肘が、窮屈な状態でラケットセットしてしまってる、最初から肘が曲がりすぎてしまってる。二つ目は体、ボールを飛ばそうとして体を勢いよく回しすぎて、まあ、顔も一緒に回ってしまってる。
3つ目は肘が打った後すぐ肘を折りたたんでしまってる、脇をこうぐーっと開けて大きくスイングしていきたいものをちっちゃく、折りたたんでしまってる、っていうところですね。まあ、この1ポイント目と3ポイント目はちょっとつながってくると思います。最初から肘が近いとスイングもどうしても大きく取るのって難しいんで、もう変にこう押し出すようなスイングになってしまうんで、自然的にこういう風にちっちゃいスイングになってくると思うんで、そのところちょっと見てもらっていいかなと思います。やってもいけないやつちょっといきます。ここはちょっと徐々に改善していきたいと思います。ラストチャンス。ラストチャンス。はい、皆さんも今のスリーポイントちょっと気をつけてみてください。レッスンしている中でも、こういう風に今言ったことになっている方結構多いんで、気をつけてもらったらいいかなって思います。ありがとうございました。